はい、こんにちは。田原です。今回はですね、ブログに記事を書くというですね、方法をお伝えさせていただきます。まあ、ブログ、ワードプレスのブログにですね、記事を書いていくという流れになっています。まずですね、ワードプレスで記事書いていくには、ここの投稿ですね。投稿のところから新規追加をしていきます、はい。そうするとですね、ここのタイトルと、あと文字ですね。文字とかっていうのがありますので、ここで入れていきます。まあ、今回例えば、投稿テストとかっていうふうにちょっと入れておきます。 投稿テストとかっていうふうに入れていきます。はい。で、これでですね、まあもうそのままなんですけど、それでカテゴリー、なんか自分のものを作ってたらなんか入れておいて、それで公開ボタンを押しておきます。単純に言うとですね、もうこれで OK です。で、えっ、ー、と、まあ今ですね、ここの URL を押していただいたら、これがですね、えっ、ー、と内容,に内容になってますよっていうことなんですけど、まあブログのですね、今の文でいくとトップページになっていくと、 ここでノーイメージっていう風についてきます。まあ、よくあのブログだったらこういった風にあのアイキャッチ画像って言ったりもするんですけど、この画像をですね、入れ、入れることになります。これなければですね、ここノーイメージになって、えなんかちょっと変だなとっていう風になると思いますので、この、じゃ次はこのアイキャッチ画像を入れる方法をお伝えさせていただきます。先ほどのですね、え投稿のところで、次は新規追加ではなくて、投稿一覧を見ていただきます。 はい。そうしたらですね、投稿しているものがあるので、今回でいうこの投稿テスト、これ編集ボタンを押します。はい。そうするとですね、アイキャッチ画像あ、画像をどこに入れるかというとですね、こういうふうにちょっと下の方に行っていただけると、ここのアイキャッチ画像っていうものがあります。このアイキャッチ画像を編集というものが、あ設定というものがありますので、これをクリックします。はい。そうするとですね、ここに今、自分が入れているですね、画像など出てきます。画像、まあ何も入ってなかったりすると、ここ何も入っておりません。 で例えば、まあ、こういったふうにですね、まあ、こういうこの画像を例えばデスクトップにあるものを入れたいなというものにすると、ファイルをアップロードというところから、でまあ、簡単に言うとこのデスクトップにこう入れてた方が早いので、まあ、これで、えー、とドロップドロップ、ちょっと言えないですけども、それをやってアップロードします。はい。 はい、OK です。まあ、こんな風にですに、ね、なってます。で、これで、えっ、ー、と、できましたので、えー、ここでアイキャッチ画像を設定を押します。はい、そして、また更新を押します。はい、そうするとですね、今、できました。じゃあ、ちょっとど,どうなってるか見てみましょう。はい、そうすると今、ここ、アイキャッチ画像が入りましたので、えー、今のようにですね、このアイキャッチ画像を入れるときは、ブログのアイキャッチ画像の設定、ここからですね、入っていただければと思います。 はい。ということで、今回はですね、ブログの記事の作成と、あとはアイキャッチ画像の設定方法、それについてお伝えさせていただきました。ありがとうございます。